今日はですね、ゆえんちゃんのリゾート地を開拓したいと思い、まず朝一でちょっとカフェ行って仕事して、その後にですね、日が暮れる前にリゾート地行ってみたいと思います。昨日ちょっと夜に調査しに行ったんですよ。ゆえんちゃんのだいぶ北ですね。ロンドーグ大学エリアからさらに20キロ上に行ったところ、その辺りにプチリゾート地みたいなのがあったんで、明るい時に見てみたいなと思い今日行きます。ということでまずはカフェですね。というわけで今カフェアマゾンで仕事をしました。今からですね、例のリゾート地に向かってみたいと思います。さあ、ひたすら北上していきます。もうこの辺りから市街地からはだいぶ離れた場所なんで、あんまり見慣れた光景じゃないと思います。現地に来たことがある人でもこの辺りはね、全然見覚えがないという方が多いんじゃないでしょうか。ここでまあちょっと需要はないかもしれないんですけど、警察対策として一つコツですね。まずですね、よく信号にある警察の詰め所みたいなところあると思うんですけど、あの前では信号が赤でも決して止まらないと。目の前で止まっちゃうとやっぱ止められる率が高くなります。どんだけヘルメットかぶって電動バイクに乗っていてもですね、何かしら因縁つけられる可能性があるんで、そういう場合は後ろの車の影に隠れて止まる。そして信号が青になったらもう全速力で駆け抜ける。何も悪いことしてなくても止められるのってちょっと尺じゃないですか、ヘルメットかぶって信号を守ってるのに。だから僕はあまりその警察の目の前で止まったりはしないですよ。さっき言ってたのが、ああいう警察が見張っているような場所ですね。こういった目の前にですね、バイクを止めると止められる率が高くなります。実際僕前あそこで止められたんですよ。でも何もなかったんですけど、お金取られたりはなかったんですけど、ああいう場所は気をつけた方がいいですね。ラオスで気をつけた方がいいポイント2つ目、この穴。これね、マジで気をつけないと、横見しながら端っこ走ってるとズボってはまっちゃうんで、結構ね怖いですよ。あれ側溝が抜けてるんで、こんな感じで抜けてないとこもあるんですけど、結構な率で抜けてるんで、ここは気をつけましょう。あともう1点、逆走車に注意ですね。あの結構な率で逆走してくる人がいるんですよ。こんな感じで真ん中に中央分離帯があると逆走した方が早いっていう場合が結構あるんで、こっち側をですね、ガンガン逆走してくる人がいます。これ気づかずにこっちも爆走してるとですね、事故の可能性高くなっちゃうんで気をつけましょう。まあ、こんな感じで逆走してる人、歩道走ってる人いるじゃないですか。これは気をつけた方がいいですね。車の陰で見えないところとか特に気をつけた方がいいですね。まあこんな感じで平気で逆走してるし、結構な数が逆走してくるんですよ。だから一番端っこは走らない方がいいかもしれない。側溝が抜けてるとこも多いし。さあ、もうすぐ目的地です。だいたい20キロぐらいかな、大学前から。ちょっと降りてみましょうか。リバービューリゾートっていうらしい、ここは。こんな感じなんですけど、まあ、川沿いにレストランやら何やらあって、水上レストランみたいなのもあるっぽい。こんな感じで、あれが水上レストランで船出してくれるんだと思う。まあプチリゾートみたいな感じなんですが、まあこんな感じですね。ちょっとルアンパバーン感を感じる景色ですよね。で、向こうの対岸にも渡れるんで、向こう側行ってみましょう。向こう側の方が眺めがいいはず。まあリゾートって言ってもこれぐらいなんで、まあ、なかなか来ないと思うんですよね、観光客は。多分探せばこの辺にホテルはあるはず。タクシーだとね、結構料金取られるんで、バイクで来た方がいいかなとは思いますが、まあ、交通量途中結構多いんで、気をつけた方がいいとは思います。このね、川に橋が架けてあって、こんな感じで橋を渡っていきます。ちょっとお腹減ったんで、なんか食いたいんで、せっかくだしここの中で食えたら食おうかな。
しょ、あれがまあ渡ってきた橋ですね。川が流れて目の前には昔寺だったんかな、これなんかありますが、こんな感じです。飯屋あるね、ここも飯屋だ多分。いいね。こんな感じですよ。どうですか、ビエンチャンにはなかなかこういう場所って少ないと思うんですけど、郊外に出ると結構あったりするようです。ビエンチャン何もねえやっていう人はこういうとこに一回来てみたらどうですかね。ここからまあ船が今帰ってきたのかな、これは。まあ多分各所で飲食店があるというよりは全部同じグループが管理してるんじゃないかな、こういうとこは。どこで飯を食おうか。最初のとこがいいですね。あんな感じで音楽ガンガンに流して、まあ、みんなで宴会するのもよし、音楽消して静かにみんなで飲むもよしっていう感じじゃないですかね。中国、韓国、ラオス人が好きそうな感じです。メニューはね、結構値は張りますね、普通のとこよりも。やっぱリゾート地っぽいとこなんで値段は上げてきてますね。チャーハンでも5万以上、まあそれでも全然高くはないと思いますが。来ました、今日のご飯はカニチャーハン。ちょっと取るのを忘れてたんで少し食べてますが、これね、カニカマに見えるじゃないですか。全部カニカマかと思いきや、ちゃんと中にはカニが入ってました、カニの身が。さすがにカニカマだけで騙すようなことはないようです。さあ完食です。この目の前にあのベッドがあるんですよ。前のとこで寝るのもいいですよね。ここは多分夜も営業してて、夜もね川の上で水上レストランみたいなのをやるはず。見てる感じやっぱ中国韓国もいるけど、ラオス人も結構いると思う。ラオス人も遊びに来るような場所なんだろうなと思いますね、ここはね。ちょっと仮眠してる間に日が落ちました。いい感じですね、ギジルアンパバーンみたいな感じ。この陸と陸の間に川があるのがルアンパバーン感ですよね。いい景色だね、北の寺。いい寺ですね。帰り道に何やらお祭りをやってる場所を見つけたんで、ここも寄ってみましょう。こんな感じでメコン川の風船割りが北の方にもありますね。これが一時的なものなのか毎日やってるのかはちょっと不明ですが、こんな感じです。なんかラオスで UFO キャッチャー初めて見た。 UFO キャッチャーがあります。でここにはアヒルに輪っかをかける輪投げ、多分動物虐待とか言われそう。
この輪っかをアヒルにめがけてかける。これは射的。風船割り。今だけなんですかね。ちょっとわかんないですけど。でもぼちぼち人来てるから、毎日やっててもいいんじゃないかなとは思いますけど。この風船割りね、意外に難しいんですよ。簡単そうに見えて。たまにめちゃくちゃ硬い風船使ってるやつとかいて、思いっきり投げても刺さっても割れないみたいな風船割りもあったりするんですよ。あれは詐欺っすね。でここはお寺。お寺の中では、もう奇怪な音楽とともにアスレチックがあります。いや、まだまだラオスはね、面白いっすね。いろいろあって。ということで、市場に最後寄って帰ります。野菜、果物、肉、何でもあります。